今月のですね、JA 西美濃さんは七夕ロックです。1年に1回だけ彦星と織姫さんが出会う日が七夕なんですが、なんと彼はですね、1年に1回ロックを歌いに会いに来てくれるという物語をプレートにしてみました。ぜひ真似して楽しんでみてくださいね。はい、大島愛子です。今日もですね、岐阜県多治見市にあります東海薬局さんの後藤優子先生に食についてのアドバイスをいただきました。今回はですね、なんと綺麗になっちゃう七夕料理を教えていただきました。7月7日の行事といえばですね、七夕、これがまあ一大行事となっているんですが、七夕の行事としてそうめんを食べる習慣が仙台を中心に東北地方や北海道であるそうなんですね。天の川に見立てたそうめんには霊愛成熟の願いが込められているそうなんですよね。また小麦には毒を消す、熱病を流行らせる神の好物ということで、そうめんには無病息災の願いも込められているそうです。知らなかったその他にもですね、そうめんが針のように細かいことに由来して、針仕事や芸事などの上達という願いも込められているそうです。ここでそうめんに、後藤さんはですね、着目してお話をしてくださいました。原料が小麦なので大半が炭水化物になります。ビタミンやミネラルも少量は含まれていますが、茹でたり水で冷やすときに流れ出てしまうので、おかずも一緒に食べて栄養を補うことが大切となるそうです。
タンパク質の多い肉類、魚類、卵類を使った主菜と、ビタミンやミネラルが多い野菜類、キノコ類などを使った副菜をそれぞれ用意しましょう。ゴーヤチャンプルだったり、アジの南蛮漬け、夏野菜の天ぷら、和え物など、いろいろ作るの大変という場合は、梅干し、大根おろし、大葉、みょうが、おろし生姜などのトッピングだけでもいいですよ、と教えてくださいました。